な。何か問題でも？問題も何も。これは遺跡の構造が完全に変わってるんとちゃうか？ああ、間違いない。この場所には最初のサンサロに通じる通路があったはずだ。なのにどうして？勘違いではなさそうだな。なるほど、そういうことか。ケビン神父、何か気づいたのか？いや、とりあえずこいつで下に降りましょう。その先に答えが待っているはずですわ。そうか、わかった。覚悟を決める必要がありそうですね。こんなに早く最下層に到着できるなんて。空間がねじ曲がっている。いや、それだけやと遺跡の構造そのものが変わった理由にはならへん。とにかく一番奥まで進んでみよう。何かが待っているはずや。分かった。覚悟が必要のようだな。ケビン。ああ、また。棺のような悪魔が出現した時の匂いか。面白い。この匂いに気づくか。さすがは教会の犬。随分と鼻が利くことだ。誰や！何者？ようやくのお出ましか。あんたが黒騎の言ってた王ってやつやな。そうだな。この影の国を全ているという意味ではまさにその通りであろうな。
私のことは影の王とでも呼ぶがいい。影の王。そうであろう、リース・アルジェント。私のことまで。よっぽど念入りに探りを入れてたみたいやな。挨拶はそのくらいにしてもらおう。影の王と言ったな。もし貴様がこの状況を引き起こした黒幕ならば、即刻王都を元に戻してもらおう。さもなくばこの場で斬る。そなたの要求はあまりに虚しく意味がない。敬愛の心も遠すぎれば真実を捉える妨げとなろう。わかるかな、ユリア・シュバルツ。やはりそういうことか。俺らがさっきまでいたグランセル全部偽物。いや、この影の国の中に再現されたパチモンやな。そんなことって。だが確かにそれなら王都の異常も説明できる。要するに貴様の悪趣味な舞台に付き合わされていたということか。その通りだ。役者と観客の気分を一度に味わえる醍醐味。得がたい体験だっただろう、ミュラー・ヴァンダール。くだらんな。そうか、陛下と殿下は今も無事で。女神よ、あなたの慈悲に感謝します。おやおや、何を安心している。そなたの案ずる者たちが無事だと誰が言ったのかな。まさかこの第二聖層における最後の宝物といったところか。そして無論宝物には試練がつきものだ。これが悪魔か。聖典に記された77の悪魔の一匹。煉獄を守る門番の一中にして、あまたの魔を従える軍団長、暴虐のロストルム。何考えてんねん。こんなもん実体化させたら貴様もただでは済まへんぞ。
それを何とかするのがそなたらに与えら、さあ。Thank you.
しまいにしようか。むちゃくちゃ信じられない。それよりもなかなかの見せ物だった。おひねりだ。受け取るがいい。よかった。タイ約束だけはきちんと守るみたいやな。単刀直入に聞く。あんたの狙いは何や。俺たちに何を望んでる。ケビン・グラハム、あまり私を失望させないでほしいものだ。我が名は影なれば、その真実もまたそなたらの中にのみ存在する。わかるかな、この意味が。せぶりなこと言って茶を濁そうとしても無駄やで。そう、我がことの葉は全て戯れでできている。そなたがそう思うのならば、私はそういうものなのだろう。ざけんなそうだな。いっそ影の王を改め、ザレゴト王と名乗るとしようか。ざけんな言うてりゃ。ケビン、どうしていきなり。
落ち着け。それこそ影や。わけみ、いや、うつせみか。ふん、戦いの最中にすり替わったか。よくぞ見破った。この第二聖層におけるそなたらの役目は終わりだ。いざ白き翼を手に入れ、さらなる深淵へと挑むがいい。次なる開港を楽しみにしているぞ。芝居がかったやっちゃ。ああいう芸風は寒いだけやっちゅうねん。ケビン。さてと、新たな封印石も手に入ったことですし、一旦拠点に戻って中の人を解放しましょうか。白き翼って言葉で。おい、たし、ああ。ごめんな。ごめんな、ケビン。でもお母さん、もう疲れてしもうたんや。だからな、ケビン。このまま、お母さんと一緒に。またか。くそ、あれから何年経ったと思ってんねん。よりにもよって姉さんのせっかくの晴れの日に。こんなんじゃいつまでたっても心配かけてしまうだけやんか。そんなの今更だと思うけど。ディース、脅かすなや。いつからそこにいたんや。さっきからずっと礼拝堂の掃除当番なのに、ケビン起きてこないから。見に来たらうなされてたから、ゆすって起こしてあげた。そっか。なんか心配かけてしもたみたいやな。別に今さらだし、ケビンがヘタレなのは今に始まったわけじゃないもの。この野郎。まあいい、せっかくのルフィナ姉さんの晴れの日や。朝飯に遅れへんよ。とっとと済ますとしようか。うん。姉さん。姉様。おはよう、リース、ケビン。早いのね。二人で掃除当番かしら。そうだけど。なんでこんな早くに起きてんねん。
ちゃんと寝てへんと旅の途中でへばってしまうで。アルテリアってとこ、ここからかなり遠いんやろ。そうなんだ。しばらくはここでお祈りを捧げることもできないから。まとめてお祈りしようと思って早く起きちゃったの。なんやそれ。姉様らしい。でもそんなに忙しくなりそう。めったに帰ってこられないほど。うん、ごめんね。重騎士になったばかりだし、最初のうちはそれこそ寝る暇もないくらいだと思うの。お仕事に慣れてきたら少しは余裕もできると思うけど。そっか。ったく、だったらなおさら今のうちに休んどけばいいやん。今からでも朝飯まで寝といた方がええんとちゃうか。ケビン、冷たい。お姉ちゃんが最後のひとときを一緒に過ごそうとしているのに邪魔者扱いするだなんて。育て方を間違えちゃったかしら。邪魔なんて一言も言うて。それに世話にはなったけど育てられた覚えはないし。ケビン、素直じゃない。本当は姉様と話せて嬉しいくせに。あらあら、本当？そっか。男の子だもんね。つい照れ隠しにそっけなくしちゃうのか。反抗期真っ最中。このマイペース姉妹が。最初から最後まで痛い気な少年の心をもてあそびやがって。あれから5年になるのか。そうだ、列車に乗る前に街でチョコレートを買おうかな。もちろんクインシーベルのね。今だと新作のミントチョコがおすすめ。コクがあるのに後味がすっきりしてていい仕事してる。それも美味しそうだけど、やっぱり定番のミルクチョコレートかな。私たちの思い出の味だしね。お、思い出の味って。ケビン、やらしい。な私たちみんなの思い出の味よ。あれからいろいろあって、ケビンがここの子になって、毎日みんなで一緒に過ごして、ここで過ごした思い出は私のかけがえのない宝物だわ。姉様。ルフィナ姉さん、だったらなんで騎士なんかになったんや。
どう考えても姉さんに似合ってるとは思えへんのに。普通のシスターやったらここから町の礼拝堂にだって十分通えたはずやろ。ごめんね。でも私には適性があるらしいから、どうせだったらそれを生かしてみんなの役に立ってみたいの。すぐに落ちこぼれて出戻ってくるかもしれないけど。姉さんみたいなお人よしにそんなハードな仕事が務まるとも思えへんしな。いつでも出戻ってくればええ。うんうん。そうなった時は優しく迎えてくれると嬉しいな。さてと、掃除をするなら私も一緒に手伝わせてね。どうせなら隅から隅までピッカピカにしちゃいましょう。光が二つ。うん、もしかして。行かれていたのでは。殿下、本当にご無事でよかった。それにジークまで一緒だったとはな。その一体何がどうなって。え。どうもご無沙汰してます。再会するもんだね。ケビン神父、ティータちゃんにミラン少佐に。そう、クローゼ、久しぶりだね。ジークともども元気そうで何よりだよ。ヨシアス、何が何だかよく分かりませんけど、これが夢なら覚めてほしくない気分です。起こっている最中のようですね。その異界化したオートというのが偽物だったのは幸いでしたが、ただし本物のオートが無事である保証はありません。あれほど大きな空間を寸分たがわず再現できる力、どんな影響を他に及ぼすか分かったものではありませんから。ビーストの何もそのような。言っていただけると事態の深刻さも実感できます。わかりました。どうか私も協力させてください。微力ながら皆さんのお力になれるかと思います。殿下、しかし。ごめんなさいユリアさん。
ですが王都は場合によってはリベール全体を巻き込むかもしれない事態です。ここで何もしなければ王太女などという過ぎた名前を名乗っている意味がありませんから。クローゼ御意。それじゃあ殿下こちらこそ。それで当面の目的地は封印区画の最奥にあったという天意の、ええ、あそこに入れば次の場所に行けるはずですわ。正確に言うと次の清掃にと言うべきか。清掃。察するにこの影の国を構成している概念のようですね。女神のいます空、人の暮らしている地上、そして罪人が裁かれる煉獄、さらにこれら三つの間に折り重なるようにして存在するという無数の階。七王教会における世界の概念に近いかもしれません。ということは下れば下るほど女神の加護が届かなくなるというわけか。ちょっと不吉なこと言わないでよ。ただでさえ心臓に悪いような化け物がうようよしてんのに何を小娘のようなことを。ああ、孫う刀なき小娘だったか。なんだと？偽物のグランセルが第二清掃ということは、やっぱり次の場所は第三清掃なんでしょうか。ああ、間違いないやろ。影の王の狙いはともかく何かを仕掛けてるんは確実や。万全の準備をしてから向かった方が良さそうやな。ん？どうしたリース、なんか気になることでもあるんか。いえ、準備が整い次第改めて封印区画の最下層に向かいましょう。あと余裕があれば各地に置かれている扉も調べた方がいいかもしれません。ああ、あちこちに唐突に置かれてるやつだね。どうやら敵が仕掛けたものでもなさそうですし、調べてみる価値はありそうですね。
ごめんな。ごめんな、ケビン。でもお母さん、もう疲れてしもたんや。だからな、ケビン。このまま、お母さんと一緒に。そんなの、今さら。ディース、さっき、そ、別に、この、うん。ね、おはよう。そ、の、のちゃ、なんやそれ。で、うん、ごめん、おそたく、だ、ケビン、つ、え、お姉ちゃんが最後のひとときを一緒に過ごそうとしているのに、じゃ、ケビン、すな、あらあら、反抗期真っ最中。このマイペースあれからも今だと新作のミントそれも美味しそうだけど、やっぱ私たちの思い出の味、おな私たちみんなのだったらなんで、ごめんね、そうなった時は優しく持つと。
これが第三世層に通じている転移陣やな。本来はここに輪を封じるための古代装置が置かれていたはずなんやけど。輪を封じる、もしかして報告書にあった第一結界。ああ、異空間の中で輪を時間凍結するっていう仕掛けだったみたいやな。そこまでしててもゴスペルによる影響は防げなかったみたいやけど。なる。だが結局輝く輪はどこかに、浮遊都市が崩壊したことから完全に壊れたのではないかと推測はされているのだが。おそらく逃げてしまったワイスマンを捕まえない限り真相は闇のままだろうな。今どこで何をしているのかは想像もつかないが。え、ですが報告では。その件に関しては協会でも引き続き調査中ですわ。ただ今回の件に限って言えばワイスマンは無関係やと思います。関係してたらこれ見よがしに挑発してくるでしょうし。うん、確かに。わざわざ仮面をつけて登場する意味はないか。ま、そのあたりも含めてまだまだ謎は多そうです。先に進むんなら敵の出方も含めて注意しといた方がええでしょう。な、リス。ええ、そうですね。ここは？どうやら翡翠回廊と同じく異空間に作られた回廊みたいやな。ケビン、あれ。金色の門と銀色の門。なんや、いきなり思わせぶりな場所に来たな。またか。ん？あの時の違法者よ。聖杯の断りに釣らない者よ。聞こえま、ああ聞こえとる。これより先は双子の回廊、同時に進まなければさらなる深淵にたどり着くことはかなわぬでしょう。門の制御を石碑に託しました。聖杯に連なる力を持ってそれぞれの道を進んでください。ですが一度門に入ったら試練をくぐり抜けなければ。なるほどな。今まで聞こえてきた声は全部彼女のもんやったんか。しかし一体何者なんや。うん、いずれにせよ気になることを言っていたな。聖杯に連なる力を持ってそれぞれの道を進めだったか。
意味することは明らかですな。この場合、俺とディースそれぞれが同時に2つの門に入る必要があるってことですやろ。うん、私もそう思う。多分そうしないとその先にある清掃には進めないっていうルールみたい。面倒なことになったな。いずれにせよ二手に分かれる必要が出てきたということだな。そうなるとこの人数ではいささか心もとないが、ならば拠点にいる人々の力も借りた方がいいかもしれ。そうすれば4人ずつの組に分かれることが可能でしょう。ですが先ほどの声は私とケビンにそれぞれの道を進めと。いや、だからといって助っ人を連れて行かれへんとは言ってなかったのも確かや。何があるかもしれへんし、ここは素直に力を借りとこう。わかりました、よろしくお願いします。こちらこそ。どうする、早速拠点にいるみんなをここに呼んでこようか。いや、いきなり呼んでもみんなそれぞれ準備がありますやろ。多分門の中に入ったら簡単には後戻りができへんはず。万全の準備を整えてから全員で集まることにしましょう。
続け。先に進もう。了解した。反応したみたいやな。準備は整ったか。リス、覚悟はええか。問題ない。ケビンの方こそ。そのん、マヤ。やっぱ俺がおらんと寂しくて仕方あらへんか。ありえないから。もういい、早速中に入りましょう。オッケー。そんじゃみんな、第三清掃の攻略を始めよう。多分それぞれ終点まで行ったら合流できるはずや。また悪魔が出現しないとも限りません。無理をせず慎重に進んでいくことにしましょう。悪魔とはまた違った意味でありえない魔物のようです。
どうやら簡単には進ませてくれないみたいですね。Thank you.